青っていつ いつなる、なんかいそや、での。も、最近なってないですね、やっぱ。眼球くんだったらね、結構眼球くんだったら赤トリで、はい。ファームするんだったら黄色いトリンケットっていう考え方の方が、多分めちゃめちゃいいと思います。ここも、そうですね、決まったら美味しいけど、決まんなかったら結構地獄なんで、ね、はい、そうですね。まあ、それか、まあ、赤バフ取ってからミッドに行けばよかった。先に赤バフを取れば、やれたかな。赤バフ難しかったんじゃないかな、サイラス。ミッドが CC あれば多分いけると思うんだけど、はい、ここも狼勝ってからやった方が多分もっと経験値が、はい、多分ジャングルのいい考え方っていうか、トルキューの考え方って、はい、ジャングル全部フルクリアしたから暇な時間ガンク行くって方が多分レートは上がりやすいんで、はい、まあ、ヘカリムとか今もそうですもんね。そうですね、もう相手のヘカリムが、はい、まあ、そういう感じなんで、で自分はなんかそのファームを一回諦めてカバーになっちゃったんですよ ね、 そうね、自分でアクションするより。そうですね、チームプレイしてる感じあるんで、はい、結構もっとエゴを出した方がいいですね。エゴ、エゴを出した方が多分めちゃめちゃいいと思います。結構でも最初赤ケインとかその進化、まあ、あの赤ケインと青ケインの進化を結構優先、はい、そうですね、用途っていうので、まあその結構ガンク多めになってるんですけど、なんかファームして、ファーム、うん、全部ファ、まあ、俺は全部ファームしてから、はい、なんかダメージ与えると、増えるんで進化って、はい、序盤とか序盤の殴り合いとか結構ケインとか強いんで、普通に全部ファームしてから4レベになって敵が3レベのトップとかにガンクした方が多分、はい、ゲージは溜まりやすいくなりますね。でも全部ファームしてからやった方が、はい、これは多分効率よくゲージは溜まるとも思いますね。あとはよくゲージ溜まる、はい、ワンコア、もう自分がキャリーできるワンコア、例えばラバナス、ラバナスティアマトか、ティアマトの1200円と、はい、論争あればファイト強くなるなみたいな、はい、1550円をどうやって貯めるかみたいな考えた方が、はい、よく上手くなる。ワードリだったらもうロンス、アイアンウィップとロンソ買えばすごい多分ランクレアは強くなるんで、そこまでどうやってファームするかとか、はい、どうやって HP を保ちながらファームするかとかを多分考えた方がとてもいいですね。でもそのコアを買ってからすぐにガンクとか、はい、すぐにアクション起こした方がゲージは溜まりやすいと思います。そうですね、あと結構負けた時、はい、負けた時はもうファームしないといけないんで、逆に負けた時にそれでガンクとかそういうのしちゃうともっと離れちゃうんで、そうですね、最初に確かにエガリムはキル入って、うん、僕はなんかファームがただ遅れただけ、うん、そう、ミッドガンクも多分しなかったらともこれ追いついて、はい、ガンクいけたと思うんで、はい、倒せたかな、確かに。あとこの見に行くとかもう行かずにもう割り切った方がいいですね。もう取らないったらもうすぐリコールするみたいな、はい、ジャングル飛んで1秒が大事なんで、はい、もうジャングル狩らずに、あ、見ずに帰って、もう下のカエルをすぐ飼って、オオカミ飼って、はい、鳥とかゴーレム飼って、それは多分すぐ経験値が追いつくんで、
はい、とか 6レベルすぐなってトップガンクとかすぐ溜まりやすいと思います。